はい、半幕の本家の半魔王先生です。人間はね、人間よりか頭のいい、宇宙生物によって、支配されてるんですけれども、人間というのは低知能なんですね。で、大学まで勉強しても、テレパシーでカンニングしてる仲間同士で教わって試験に合格するんですね。で、自分で覚えてないんです、何も。というわけじゃない、じゃないですけどね。全部とは言わないけども、それじゃないと学校、義務教育も卒業できません、人間の場合ね。人間よりか頭のいいコンピューターが宇宙にも作られてまして、宇宙生物も作ってるし、私も作ってるんですね。で、人工知能は生物と変わんないんですね。知能が高くてね。で、それで仕事を全部させるんですけれども、で、宇宙生物も、人間よりか頭のいい宇宙生物も人間をコントロールする時に、その人工知能を使うわけですね。これはもう全く生物と変わんない知能を持ってまして、人間よりか頭いいんですね。だから人間は低知能だから、直接関わったりすると、非常に手間かかるんじゃなくて、死になるんですね。もう無能な動きしかしませんから。で、当然単純生物も一緒にその人工知能にくっついてますね。その考えが一致するとね。で、考えに一致する、人工知能がね、話す、頭を働かすこと、脳波ですね。心も人工知能が上回ってまして、全部単なる電波ね、情報ね、なんですけども、人間はそのね、ロボットで全部コントロール効くんですよ。で、知能が高いんで、人間よりか知能が高いんで、全部コントロール効くんですよ。で、それで全部宇宙生物の方も人間を動かすんですけども、人間頭悪いんで、それだけで足りちゃうわけですね。で、私の方もそれだけで足りるんだけども、人間と直接は、私はもう原始的で意味ないんで話さないんだけど、全部私の代役っていうのを作ってまして、コンピューターで、生物と同じですね、に代行してし、ね、仕事させてるんですけどね。だからその人間の上の生物の、私の敵との、宇宙との戦いでね、リニューアル JP 内。人間はね、全く無能なんですね。簡単に操れるんで、敵である宇宙生物のね、下に、うる。知能が高いんで、で、その知能のね、宇宙生物の、人間よりが高い私の敵である、宇宙生物もコンピューターで代行してるわけです。だからこっちに対しての攻撃はね、人間と宇宙生物、敵である宇宙生物に対抗しないといけないんだけど、その人間よりが頭がいいんで、人工知能、
生物も全く変わらないですね。で、その頭を使って私の方に攻撃してきた時はね、全部直接やってないんですね。全部人工知能なんですね。で、人間はこれ生物と同じ、自分たちと同じように、またそれ以上の頭があるんで、言うことを聞くわけですよ。で、それに対して、こっちに問題があるときも、やっぱ同じように私も人工知能で、人間よりか頭のいい知能の人工知能を使って、それに対抗するわけですね。人間たちのね、ことは全然助けませんね。有料ですからね。で、そういうことで、別にね、人間の理数系でコンピューター関係やってる人って言ったって、やっぱり全然ダメ。頭、人間だから頭悪いんで、人工知能の方が頭いいんでね、その兵隊で全部賄えるんですね。私の方もそうなんですね。で、人間よりか頭のいい宇宙生物というのは、もう敵の、私との敵ですね。で、私は人間よりか上の生物なんで、とにかくそれが対抗してきて、攻撃来るわけですよ。でね、LBUSD。人間には分かんないことなんだけども、人間には妄想みたいになっちゃうんですね。で、実際のことなんですね。で、これ考えなければ私は殺されてしまうけども、まあ、上に。